なりませんでした。ゆかもあと2人です。ルーマニア、ジーナ・ゴジャン。団体の時の個人の成績ではこのゴジアンがトップでした。現在フランスのフルノンが 9.625 でトップ、バクケーランが 9.60 で続きます。お点飛びから伸身2回宙返りです。この選手は前宙の連続シリーズが非常にアピールします。難しいジャンプターンです。種目別では跳馬で今大会は銅メダルを取っています。去年のヨーロッパチャンピオン、難しいシリーズですね。はい、このゆかは93年のバーミンガムが銀、去年のブリスベンが銅。月面最後に持ってきました。いかがですか。最後の着地も決まって非常に良かったと思います。もうずっと飛び跳ねているような演技でしたけれども、団体の自由の時には 9.90 をマークしました。はい、現在トップはフランスフルノンの 9.625 です。これが最初の1本目の伸身2回宙返りです。高さがありますね。はい、本来に入るためには 9.725、ゴジアン出ました。 9.825 でトップ。